東京都墨田区から、春光当時の橋ことと橋は、墨田川に架かる橋で、国道6号、東京都道319号環状3号線を、通す。西岸は、台東区花川道2丁目と千争7丁目を分かち、東岸は、墨田区向島1丁目と2丁目を分かつ。もともと、竹屋の私という都線上があった場所である。1923年9月に発生した。 関東大震災の復興事業として425の橋が建設された。復興局は、愛いお橋、えい橋、清洲橋、く前橋、駒形橋、ことと橋など115橋、東京市は、馬ま橋、あず橋、両国橋など310橋を担当した。復興局が建設した隅田川6橋は、地形の制約がない限り、景観を考慮して、 高構造が路面よりも低いウェジ形式を採用した。こととい橋建設前に橋はなく、私があるだけだった。架けられたのは、両岸から伸びる桁が、川の中の二つの橋脚を支点として、中央の桁を支持するウェジ形式のゲルバー橋であり、岩切り良介が設計した。総工量2718トン。基礎には、ニューマチック系損工法が採用された。塗装は、 オイルペイントは塗りの3回塗りで、色はグレー。1928年2月10日竣工、総工費183万713円。両国橋や大阪の天間橋と並んで3、ダイゲルバー橋と呼ばれた。川端康成は、小説、浅草くれない段の中で、その直線的で力強いデザインを曲線的で、優美な清洲橋と対比させ、緩やかな湖線に膨らんでいるが、 隅田川の新しい六大橋のうちで、清須橋が曲線の美しさとすれば、とい橋は直線の美しさなのだ。清須は女だ、といは男だ。と記している。こといという名称は、有原の成平の読んだ、何しをわば、いざこととはむ都や我が思う人は、ありや、なしやとという歌にちなむが、実際に、この成平の故事があったとされている場所は、 現在の白髭橋付近にあった、橋場の私でのことであり、こととい橋近辺には、地名としては存在していたわけではないため、多くの説がある。有力な説としては、1871年の創業でこの地に、現在もある、こととい団子の主人という人物が団子を売り出すにあたって、隅田川にちなむ有原の成平を持ち出して、 こととい団子と名付け、人気の店となったことからこの近辺が俗に、ことといけかと呼ばれるようになり、それに合わせて、成平を祀ったことに由来するというものがある。東京大空襲時の焼け跡が残る親柱1945年3月10日の東京大空襲際には、浅草方面の人が、川の向こうに行けば助かると思いことという橋を渡ろうと、した。しかし、対岸の向こう島、 本所地区も、すでに火の海であり、住民らは、同様に対岸への避難を試みたため、両者が橋の上でぶつかり合い身体極まる状態となった。そこへ、焼夷弾や火災旋風が容赦なく、襲いかかり、群衆らに引火していく。耐えかねた人々は次々と隅田川に身を踊らせたと、いう。沈下後の隅田川には一面に投資隊が浮き、ことと岩地の上は、 黒焦げの小死体で埋め尽くされ、死体を踏まないと向こう岸へ渡れないほどだった。河川時期にも、類類たる死体の山が築かれていた。戦後は、有野の町と呼ばれた、廃品回収業者の共同体が形成された。この共同体は1958年に八号埋め立て地へ移転が決定し、1960年頃に移転が完了した。1992年から実施された、 改修工事で切り出された欄干の基部の縁石が墨田公園に展示されている。また、江戸東京博物館の屋外通路にも取り外された欄干と縁石の一部が保存展示されている。ただし、橋の親柱は一部未改修のため、現在も東京大空襲の際に、橋の上で焼け死んだ人々の血液や油が焼き付いて残っている。また、 橋に沈めの墨田公園内には、この空襲での犠牲者を追悼する、慰霊碑が設けられている。2008年3月17日と18日の2日間に、わたって、日本テレビ系列で放送された、日本テレビ開局55周年記念番組の、テレビドラマ、東京大空襲では、こととい橋が、ストーリーに密接に関わっている。2008年3月28日、 両国橋と共に、東京都の東京都選定歴史的建造物に選定された。また、西詰めは、東京スカイツリーの撮影スポットでもある。AB 伊藤隆岡田隆震災復興橋梁の計画とデザイン的特徴。第4回日本土牧師研究発表会論文集。59から70。福島周祭、中井博史。街路、運河。 公園の復興計画との関連性から見た、帝都復興橋梁の形式配置計画に関する考察。土木市研究論文集24、95から102、AB 中井博史。帝都復興事業における隅田川六大橋の設計方針と永大橋、清須橋の設計経緯。土木市研究論文集23、13から21、日本橋梁建設協会編。 新版日本の橋、朝倉書店、P81AB 中井博史、近代日本の橋梁デザイン思想、東京大学出版会、P450 にもとは1929年から30年に東京朝日新聞に途中まで連載され、その後雑誌、新調、改造に残りが掲載されたもの。川端康成全集では、第4巻の P191 に、 該当箇所を掲載。AB、潮見教会。カトリック東京大使教区。2014年3月16日閲覧。ありがとうございます。